79回目の8月6日を迎えるにあたり、原爆犠牲者の御霊に広島県民を代表して慎んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお後遺症で苦しんでおられる被爆者やご遺族の方々に心からお見舞いを申し上げます。原爆投下というこの世に比類ない凄惨な歴史的事実が私たちの心を深く突き刺すのは、誰にも二度と同じ苦しみを味わってほしくないという強い思いに駆られた被爆者が思い出したくもない地獄について絞り出す言葉があるからです。その被爆者を79年を経た今、私たちはお一人お一人と失っていき、その最後の言葉を次世代につなげるべく様々な取り組みを行っています。先般私は数多の弥生人の遺骨が発掘されている鳥取県青谷上寺遺跡を訪問する機会を得ました。そこでは頭蓋骨や腰骨に突き刺さった矢尻など、当時の争いの生々しさを物語る多くの殺傷痕を目の当たりにし、必ずしも平穏ではなかった当時の暮らしに思いを巡らせました。翻って現在も世界中で戦争は続いています。強い者が勝つ、弱い者は踏みにじられる。現代では矢尻や刀ではなく、男も女も子供も老人も銃弾で撃ち抜かれ、あるいはミサイルで粉々にされる。国連が作ってきた世界の秩序の守護者たるべき大国が公然と国際法違反の侵攻や力による現状変更を試みる、それが弥生の過去から続いている現実です。いわゆる現実主義者はだからこそ力には力をという、核兵器には核兵器を。しかしそこではもう一つの現実は意図的に無視されています。人類が発明してかつて使われなかった兵器はない。禁止された化学兵器も引き続き使われている。核兵器もそれが存在する限り必ずいつか再び使われることになるでしょう。私たちは真の現実主義者にならなければなりません。核廃絶は遠くに掲げる理想ではないのです。今必死に取り組まなければならない人類存続に関わる差し迫った現実の問題です。にもかかわらず、核廃絶に向けた取り組みには知的、人的、財政的資源などあらゆる資源の投下が不十分です。かたや核兵器維持増強や戦略構築のために昨年だけでも14兆円を超える資金が投資され、何万人ものコンサルタントや軍、行政関係者、また科学者と技術者が投入されています。現実を直視することのできる世界の皆さん、私たちが行うべきことは核兵器廃絶を本当に実現するため資源を思い切って投入することです。想像してください。核兵器維持増強の10分の1の 1.4 兆円や数千人の専門家を投入すれば、核廃絶も具体的に大きく前進するでしょう。ある沖縄の研究者が不注意で指の形が変わるほどの水ぶくれの火傷を負い、のたうち回るような痛みに苦しみながら、放射線を浴びた人などの深い痛みを自分の痛みと重ね合わせて本当に想像できていたかと述べていました。誰だかわからないほど顔がひびくれしたり、目玉や腸が飛び出したままさまよったりした被爆者の痛みを、私たちは本当に自分の指のひどい火傷と重ね合わせることができているでしょうか。人類が核兵器の存在を漫然と黙認したまま、この痛みや苦しみを私たちに伝えようとしてきた被爆者を一人また一人と失っていくことに、私は耐えられません。過ちは繰り返しませぬからという誓いを私たちは
今一度思い起こすべきではないでしょうか。令和6年8月6日、広島県知事湯崎英彦。